いやー本当ありがとうございます。乗せていただいて。いや全然いいよ。広島行きたいんだっけ？はい、そうなんです。俺有馬温泉までだけどいい？あ、もう全然助かります。じゃあ行こうか。いや君面白いやつだね。いやありがとうございます。いや本当ヒッチハイクするなんてすごいよ。大変だろ。いやまあ大変ですね。もう俺広島まで送ってあげようかな。え？いやそれは悪いですよ。有馬温泉までですよね。ああでもいいやつだからやっぱもう広島まで行きたくなっちゃった。おばあちゃんち行くんだっけ？はい。行っちゃうわ広島。え？ありがとうございます。それだったらさ有馬温泉一緒に入らね？え？で有馬温泉で一緒に入ってでその後そのまま広島行かね？え？いいんですか？うん時間あったらそうしようよ。時間全然あります。ぜひお願いします。おっしゃじゃあ決まりだな。行くぜ。はい。あなんだ？前の車強引な車線変更じゃね？え？今のちょっと強引すぎやしね。車線変更下手だよな。ああ確かに強引だったかも。車線変更下手でしたね。そうだよな。許さねえ。プーえパッパッパーえっへっへープーパッパーえっへー殺してやる。煽り運転してる。煽り運転しちゃってる。え、この人煽り運転するような人柄だったの？いやどうしよう怖い。煽り運転されるのも怖いだろうけど煽り運転の助手席乗っちゃうのもっと怖いかも。怖い怖い、どうしよう。よし、あの車の前に出て蛇行運転してやる。怖い、怖い、あ、してるしてる。ものすごいスピードで蛇行運転してる、怖い。あ、どうしよう。急ブレーキ踏んで驚かせてやる。キキー。怖い、すごく怖い。怖い怖い。え、なんだ？前の車止まりなさい。あ、覆面パトカーだったのか。覆面パトカーだったんだ。こいつ、覆面パトカーに煽り運転しちゃったんだ。捕まるじゃん。止まるわけねえだろ、逃げるぞ。なんで逃げた？捕まった。捕まっちゃった。なんだよ、関係ねえだろ。もう行っていいか？いいわけないでしょ。免許証見せなさい。あ？なんだよ。俺たちが何したって言うんだよ。俺たち？やめてよ、俺たちっていうの。仲間と思われちゃうじゃん。煽り運転したでしょ。免許証見せなさい。で、助手席の君も免許証見せて。いや、見せなくていいぜ、相棒。相棒、やめてよ。なんで煽り運転したの？お前らが割り込んできたからだろ。普通に車線変更しただけでしょ。あ？嘘言ってんじゃねえよ。相棒だって言ってたんだ、割り込まれたって。なあ、相棒。やめてよ。共犯者見たくすんのやめてよ。確かに煽り込まれたかなとは言ったけど、あんたに合わせたんだよ。あんたが言うからだよ。二人とも来て、パトカーで話聞くから。やばい。僕ももしかしたらやばいかも。否定しなきゃ。パトカーなんて乗らねえよ。俺たちは今から温泉行くんだよ。やばい。どんどん仲間だと思われていく方向に。このままじゃニュースで、自称会社員の丸々さんと同乗していた自称無職の青野健二さんが妨害運転罪で捕まりましたって流れてまうやん。ヒッチハイクしてただけやのに。ちゃんと否定しないと。違うんです丸々さん、僕は関係ないんです。関係なくないでしょ、助手席乗ってたんだから。いや、たまたまなんです。ヒッチハイクなんです。まあ、ヒッチハイクだとしても助手席で煽り運転に同乗したでしょ。いや、してないです。いや、してたって言ってたじゃん、運転手さんが。うん、割り込まれた時に割り込まれたから煽ろうぜって一緒になったよな。いや、なってない、なってない。やめてやめて、嘘つくの。いや、嘘じゃねえじゃん、言ったじゃん。いや、言ってないじゃん。まあ、どっちが嘘ついてるか分かんないけど、二人ともパトカー乗って。あ、証明しようがない。言ってないで証明しようがない。このままじゃ僕、本当に捕まっちゃうじゃん。どうしたらいいの？まあ、とりあえず、署で話聞くから、二人ともパトカー乗って。いやん、いやん、いやん。ヒッチハイクしただけなのに。最悪やん。どんどん出てこい、働くチャンネル登録者。チャンネル登録して、高評価もするチャンネル登録者。チャンネル登録者、チャンネル登録せんと見てくるチャンネル登録者しちゃないやつ。